神戸市東名田区森北町一丁目にある西日本旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は JRA55、JR 神戸線の愛称区間に含まれている。神戸市内では最東端の駅である。内側、観光線のみに島式ホーム一面二線が設けられた、高架駅である。福福線の内側線を走行する、普通のみが停車する設定であったため、 このような構造となった。駅設置に際して12両編成分のホーム用地が用意されているが、実際に設置されているホームは8両編成分である。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。当駅の事例に習って、これ以降に開設された JR 京都線、JR 神戸線の複々線区間の新駅も同様の構造となっている。ホーム上の 階段付近の通行領域が狭いエリアにはホームセンサーが設けられており、そこでホームの端を歩くと警告アナウンスが流れるようになっている。三宮駅の非管理駅、アーバンネットワークエリアに属しており、移行下及び定型 IC カード利用可能駅である。2010年1月30日をもって緑の窓口が廃止された。として、 緑の券売機プラスが設けられているため、JR 時刻表などでは引き続き、緑の窓口設置駅として扱われる。また、改札内に乗り越し生産機、移行か入金機、スマート移行か、クイックチャージ機も設置されている。当駅は、鉄道写真の撮影スポットとしても知られており、平日、休日、祝日と関係せず多くの鉄道ファンが集まる。 日中時間帯は1時間に8本が停車する。朝ラッシュ時は本数が多くなる。以下に発車する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。兵庫検討計所によると2019年度の1日平均乗車人員は1万1516人である。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。